はようございます。俺の足よりも山梨県の韮崎市に来てます、富士山もがっつり見えてますね、今日はワニ塚桜をですね撮影に行きます。武田神社ですね。ここにね、あの神父の神父城を放棄するときにさ、勝頼が立ち寄ってさ、勝頼の奥さんがね戦勝祈願をしたという神社ですね。いやーすごいですね。棚田ですよ。どこ、いやーすごいね。もう皆さんが向こう側もがっつり人が入ってますし、 あっちはだから八ヶ岳方面を撮りたい人、あれラインダンスをしてるように見える、うん、すごいね。富士山を撮りたい人は右側です。右折します。右折だね。ここ右側、富士山と、富士山まず行きましょうか。行きましょう、うん、おはようございます。いやいずれにしても富士山側も八ヶ岳側もがっつり人がいます。まあ今日が最適日でしょうね、うん、花の状態とか富士山の状態とか考えると、望遠で撮ってるのかな。そうそういうことですね。ですね。ということでございますよ。まあ定番スポットっぽい。そう。昔はね、あそこ家が建ってるでしょ。新しい。はいはい。あそこの撮影場所でもあったんですが、あの家が建っちゃったんで、撮れなくなったんですね。鉄塔入っても別にもうどうしようもないですね。だからこの辺で撮りましょうか。笑える。綺麗だね。いいですね。やっぱし構図がいいんだね。鉄塔がね、うん、鉄塔が隠れやすいんだね。向こうの、向こうの鉄塔も、うん、おっしゃるとおり綺麗だ、本当にね。この時間の方が綺麗ですよ。あの桜に光が当たりますから、いい天気です。ラッキーです。桜と蓮魚、そして鉄塔の向こうには富士山、
すごいね、縦列駐車。駐車場に入りきらないもんね。まあ、この時期ならではのですね、風景、風物詩ということになりますね。先ほど、富士山と、ワニズカザクラということだったんですけども、これからは八ヶ岳とワニズカザクラという感じコンセプトでいきたいと思います。はい、こんな感じですね。昔も10年以上撮り続けておりますですが、はい、これを見ると生きてたなと、私も生きてたって、そういう感じになりますね。はい、ライトアップもなかなかナイスな感じなんですけど、はい、今回はライトアップとかないで朝の風景を撮りたいと思います。ワニズカザクラですね。さっきも田んぼに入ってた人怒られましたけど、まあ、当然ですね。はい、マナーを守んないと、まあ、ですね、撮影できなくなっちゃうということですね。こちらのですね、ポジションはですね、八ヶ岳とですね、このワニズカザクラですね、コラボをちょっと撮りたい。先ほど富士山と撮りましたですね。ちなみにライトアップに関しましてはですね、この構図が綺麗ですね。傘の形がいい感じ。仲間に入れさせていただく、こちら側で撮りたいと思います。ですよね、感動ですよね。この形がいいですよね。昔は2本あったらしいんですけど、雷が落ちて1本やられたっていう話を聞きますね。見事だと思います。